新宿2丁目ゆまチャンネル、それぞれさあさあさあ、今日はですね、先日もう私が大好きなキュウソのちょっとロケを行ってきた動画をアップさせていただきまして、はい、あさとちゃん、あなたにね今回編集していただきましてですね、ちょっとロケのやつちょっと長編になりましたけど、映画で本当要となるねやり取りのシーンが、まあアジアンレストランみたいなところで、たまたま私の友達の友達が経営しているところだって、すごくないこの縁も。しかもこの店長さんが本当に優しい方じゃないですか。そうなの、いい人に、いい男やね、優しいさ、全部に付き合ってくれてるし。そうやねん。で、あれランチタイム終わって2時間ぐらいしかないの、夜の時間まで、それの間に行ってくれて、もう本当に楽しくロケもできたし、なんかちょっと偉そうな私なんか言うことないけど、実際この映画撮影の時もみんな演者さんもスタッフさんもあっこの場所やから心地よかったと思う、撮影が。うん、やっぱ人って出るじゃん、その空気感とかさ。そうですね。だからもうすごく私も料理なんかも美味しかったし、本当に再現してくれたんよ。そうですよね。あれ、その日の料理を出してくれて、そんなもんね、こっちから言わんくても全部勝手にやってくれてたんよ、行ったら。もともとデンマークのお酒ってあったじゃないですか。はい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 。あれ取り扱ってないって言ってたんですけど、この後か入れたってことですかね。そうで、やっぱり、そうなんですね、うん、カールスバーグね、ファンの人たちがやっぱ同じの飲んだり、飲んでこっち写真撮りたいとかあるんやろうな。私もそうやったし、やっぱもう聖地巡礼用としてもってことですよね。だけそういう息の計らいもやっぱ優しさじゃん。はい。いや、だから素敵な方だなと思う。だからああいう素敵な方が作る素敵なお店、お父様もね今回出ていただいて、ちょっと、うん、そうそう、そんなお二人からも十分ロケ当日なんかのお話もお聞かせいただいたし、しっかりと、うん、もうお気楽になりたくなさった伊豆にも、もう今のおしりすりすりしてきたから、なんか楽しいやちょっと おい10秒前まで喋ってたじゃないですかそんな急にボッとする、こんなするかってぐらいしてました。いや、びっくりしたわ今ほんま深くね楽しいロケでした。それをまあ皆さんね、ご覧いただいた方は感じ取っていただいて、あとまあコメントなんかお寄せいただけたら嬉しいなとは思いますけど、今日はですね、まあ、そんなこの前の動画ロケしてきたの中でもまだねちょっと動画にしてないものがさとちゃんあるんですよね。そうですね、このシーンも映画の中ですっごくねセクシーでドキドキした、もう心臓バクバクしたシーンなんですけど、はい、そのアジアンレストランで3人でご飯してる時にちょっとトイレ行くんですよ、奥田くんがね、うん、で成田亮くんが出てくるところトイレの外で待ってて、うん、ね、もう無理くりキスをグワーってして、おいやめろよみたいなちょっとやるシーンがあるんだけど、うん、そこのシーンももちろんレストランのトイレのところで撮ってたわけなんだけど、はい、それもな店長さんからな、実はシーンもここで撮っててよかったらこちらもって言って、向こうからどんどん撮ってください、撮影してくださいって言ってくれたんよ。すごい。そうやんか。だからそんなトイレのシーンを今日はちょっとなんか特典映像的な感じね、番外編で今回の動画でお届けさせていただけたらなと思いまして、はい、佐藤ちゃん編集してくださったということで、うん、ちょっとごめんね、成田くんとかにはなりきれない私の小芝居もちょっと入ってるかもしれませんけどご覧いただけたら、もう、ね、同じ空間で、ああこの壁にもたれてたんだとかさ、うん、もうやるだけでドキドキするわけ。それではご覧いただけたらなと思います。 VTR どうぞ。ちょっと、はい、どうしたの、はい、ワンシーンちょっと違うの、テーブルを食事の席ではないところでの映画でドキドキ興奮したシーンありましたよね、こちらのお店で。今このまあインドの仏像みたいなうどんさんも映ってました。映ってますよ。だよね、これパッと見と思ってさ、この奥トイレのシーン、これさどっちやったっけ、
大友、大倉くんがトイレ行ってるとこ待ってたかな、今ヶ瀬が出てくるっていうのを。で、出てきてちょっと見たら、わーみたいな、なんでやめろよみたいになるんですよね。な時にこうバーンってやっても壁ドンじゃない、もう無理くりよ、ここでうわいチューするんですよ。撮影中も結構大声でなんか叫ばれてたって。そうです、結構テイクが多かった、ね、あ、テイクが多くて、ちょっと拒否してやめろよとか言ってたわけですか。そうですね。どんな感じだ、こんな感じでしょ。ちょっと僕らこうあ、ちょっとわかんないの、お願いしていいですか。とりあえずはい、とりあえず入っちゃう、はい、入っちゃえばわかるから、はい、あのとりあえず鍵閉めますんで。お疲れ様です。お疲れ様です。違う大倉くん役で私成田くんさせていただく、はい、なんか流れてます今音や、はい、お願いします。ちょっとちょっとこっちから行く、こっちから行く、どういうことなんですか。あ、こっち、こっち、こっち、ここ、ちょっとどういうことなんですか。すんなりやらせてくれますね。もうちょっと拒否するんかなって思ったら逆に緊張した。やめろよって来るんかなと思ったら全然、あの映画見て正直、はい、もういいかなと、なんかいいかなと本当に思ってこの映画ただ人違うかなと。やめよほんま分かってますよ私も。この映画素敵ね、こんな効果まですっとキスさせてくれるんだこの映画見たら。すごいご自身の目で距離感分からなくなってますから。ちょっとやだ、だからここですよね本当に。すごいな、ここで2人がこの空間で。ダメだよ、もう一回やっちゃう。そんなんやるわけないじゃん。やめよ。あんた無理でしょ、キャサリン。無理でしょ。いません、もういろいろと。すいません、今日はもうたくさん、もうありがとうございました。もうこのシーンも楽しみにしてましたんで、ぜひとも皆さんご指導の際はお手洗いもよかったらご利用いただいて、ここで2人がこのちょっとしたスペースであんだけ心がガーッとかき回されるシーンを演じてくれてたんだなというのを、ぜひとも聖地を味わっていただきたいなと思います。どうもありがとうございます。ああ、皆さんいかがだったでしょうか。私でごめんね、もうけどあの空間は、いや意外となんかもっと大きく見えたんだけど、画角がっていうかさ、そ引いてたのかな、うん、意外とコンパクトなところのお手洗いで通路なんかも狭くて、なんかそういう、確かにそうですね、やろう、狭い中でやってたと思うと余計にドキドキするわけよ。うん。あ、逃げ場ないや。でもっとね、大きい感じで見えたんだけど、またすごい楽しかったです。皆さんいかがだったでしょうか。はい。ということでございまして、今回は、まあ、これまでロケしてきました、ちょっと番外編と言わまかりのトイレでのちょっとチュッチュシーンをお届けさせていただきました。どうなんですか、急走系まだ。うん、上げてくんですか。だからまだコメント続々と来てるし、それでまだ気づかしてるっていただいてるし、はい、まだセクシーシーンを上げてほしいっていうご意見もあったし、あとこの前ね、うん、なんか切なシーン、切ないシーン、コメントでいただいて、うん、そうベスト3を上げてほしいとかもあったから、またねいろんな角度からほんと見れる作品で、うん、切ないっていうところだけに絞ると全然あるし、うん、ちょっとまたそれをお届けしようかなと近々思っております。漫画と比較とかも面白そうですね。そうやね、あと思って、あと朗読しようかな漫画をとかさ。いらんか、夢潰すか思って、あんまよくセリフ朗読とかいいかもしれない。そうやね、思ってんけど今この時期に邪魔かな私がってちょっとな、うん、もう思ったりしてます。今日いろいろまだまだできると思うし、うん、みんなといろんな感想シェアしていきたいので、引き続きこの作品に対してもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、今回はまだまだ未公開ロケシーンお届けさせていただきました。いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。以上、新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。ありがとうございました。バイバーイ。